天下さん、はい、今日ちょっとまあカットビさんも含めてライブのミーティングそうですね、第2回のガラクタラブのね、うん、はい、今ちょっとマクドナルドでね、うん、ミーティングしてるんですけど、うん、ミーティングの続きをしようと思ったら突然カットビさんがですね、うん、立ち上がりまして、はい、どうしたんだろう、うん、だから ここはタバコ吸えないのかな急に、はい、今更その、ね、吸えないもう分かってたはずなのに吸えないのかなって言って、まあ、もう何て言うんですかね、普通はこう、こう座った状態でね、タバコを吸えないんですかね、吸えないちゃう、そうか、まあ我慢しようかやけども、もう立ち上がって外に半歩出てたなんかそれぐらいのもんなんでしょ、うん、やっぱタバコ吸ってる、俺らも止められへん状況やったんか、まあそうですね、半歩出てるから、うん、と思ったら、うん、なら天下が、あ、タバコ一服してきますって言ったら、うん、いや、もういいですかみたいな空気もなく、もう次の足が出てくるやんか、もうスッと、いなくなったでしょ、うん、そう、これは、うん、アシカと捉えていいですか、もう絶対俺その話の流れだと思った、導入はこれ完全にアシカと捉えていいですか、言いたくてしょうがない、言いたくてしょうがないですよ、何かでアシカ振ろうとしてたわけでしょ、いやもう今、いじっとかないと、アシカはこれもう、そんなにね、うん、だって今日も2時半ぐらいまでミーティングしようって言ってたんだけど、そうですね、だから1時間ぐらいじゃないですか、うんうん、それを我慢できひんっていうのは、うん、もうちょっと人間としてねちょっと待って、ちょっと待って、カットミヤギさんイコールアスカみたいな前提で話してるよ、おかしくない、柳アスカでしょあんなもん絶対、いや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 、そうなの、盗撮されてますよあいつ今カメラマンも一緒にやってた、いや、いや絶対私はやってませんっていう、ね、あ、いやでも衝撃でしたね、昨日のミヤネ屋のやつがもう YouTube にアップされてて、ミヤネ屋が、その逮捕された日の、うん、昼のミヤネ屋で、うん、緊急速報で来て、 ね、その後ミヤネ放送終了後に14分間ミヤネさんとアスカが2人で喋った、うん、そうそうそう、やつ見た、ね、音声聞いてない、画面だけちょっとあれ前編、そのミヤネ屋がもう前編アップされてね、 YouTube に、その前に、はい、今柳アスカさんが、あ、柳アスカさんが飛ぶって字入ってるけど飛んでたんや、カットン出た、飛ぶ鳥ですか、そうですか、いや、現状とか大丈夫ですか今強引なね話の持ってき方したんですよ、兄さんがタバコを我慢できないのはなんだね、薬と捉えてから、タバコを我慢できない様子、何かの話でアスカ振ろうと思ってたんですけど、この流れで強引にガッと持ってきた、大体ね、タバコ吸いたいって言って、うん、あ、吸いたいなと思ったらもう半歩足出てるからね、あっちゃんがもういやいや、もう我々、ね、止めようがないじゃないですか、そんなジャンキーを、まあね、でもさすがにもう清々しい顔で戻ってもらいましたね、タバコ吸ったといういうかよりもピンサロの会みたいな座れた方座れた方の素晴らしい素晴らしい会この掛け合いだね、アドリブとは思えない掛け合いですよだからまあね、ミヤネ屋のあれがアップされてる、うん、近年まれに見る面白いドキュメンタリーでしたよ、アスカがもう逮捕される4時間前にミヤネさんと喋ってるのを、ね、でもうこれはもちろんプライベートでやってるから放送しないでくださいって言ったけど、結果的に逮捕されたから放送されたわけやね、その部分が、ああ、なるほど、あ、そういうやり取りもあったんですか、うん、あったあった、アスカがそのもうだって番組終了後に喋ってるやつも、うんうんうん、もちろん何かあった時のために、うん、まあ、収録してるわけや、それ、うんうんうん、そしたらやっぱり逮捕されたから、うん、その時の実は飛鳥がこういうふうなことを言ってましたっていうのが昨日収録昨日オンエアされた、それは当人がオンエアしないでくださいって言ってるけどオンエアになっちゃった、うん、なっちゃった、オンエアせざるを得ないんでしょうね、その内容的にも飛鳥が言ってるのが、途中わけわからんこと言い出して、なんかそれちょっと重かったけど、なんとかっていう、うん、なんか秘密結社みたいなのがいるみたいな、なんかそういうのがいてなんか秘密結社的なことを言ってた途中で、だからそのずっと結構 まともに喋ってんねんけど、うん、途中で秘密結社的なことを言い出してほんであれって一瞬ちょっと空気はね変な感じに、これおかしいんちゃうかってなって、うんうん、
でももう絶対自分は 100% やってない。で、何かを聞こうとしたら、何だか何か聞こうとしたら、いや、それは言えませんみたいな、急にこう、急に黙ったりとかね。このドキュメンタリーはね、逮捕されたっていう事実を見てるから、すごい面白い、ね、なんか。これはね、逆に消されるか早見の。いいかもしれない。で、アスカのブログも面白いね。あ、もう着したんですね。ええ、はあ。しかもブログ、あの逮捕の直前とかブログ一時期も見れない状態だったからね。はあ、え、サーバーが。サーバーアクセス多すぎて。はら。いや、昨日ぐらいようやく見れましたけど。ミヤネ屋さんの放送の最中に3回ぐらい更新されてて、そうそうそう、3回目はミヤネ屋さんへっていうタイトルでもうね、ミヤネ屋さんへと私はこの絶対やってませんと。で、放送終了後 に井上光三さんが連絡先知ってたから、それで携帯でかけたら重いのがすぐ出てね、明日がっていうことでね。で、今どこにいるんですかって言ったら、いや、これ今はいるとも言えませんと。はあ。で、だってあれらしいですよ、その新曲とかも準備して、いやいや、そうですよ、もう来月ぐらいには YouTube にちょっとその宣伝の載せて、でもブログ読んだらもうその歌詞カードの中の写真撮影以外は全部終わってるって書いてあって、ヤフーニュースに出てたんですよ、うん、なんかアルバム発売へみたいな、ほうほうほう、で、その30分後ぐらいかなに逮捕って言ったから、えらいタイミングだなと思って。アルバムのタイトルとかも出てたんや、ちゃんと。いや、タイトルまで、でもなんか YouTube でそのプロモーションすると、うん、今までみたいな、あの会社が解雇になっちゃったから、できないから、個人的に YouTube でプロモーションしますみたいな記事が流れてて、その30分後ぐらいに、あの、なんか赤、携帯のね、私はアンドロイド使ってますが、赤いお知らせでニュースで、嫌なニュース、大体それで来るんですけど、なるほど、なるほど、朝が逮捕みたいな、見出しが来た、とか、そのすごいね、アルバムの告知の後に、逮捕告知が来て、驚くべきタイミングですよね。なんか本を今年来年かなんかに出版しようとしてて、それの準備もしてても、それもダメになったと。で、その本のタイトルがすごいですよ。その井上光三さんと電話してる時に、うん、そのどんな本を今書かれてるんですかって言ったら、うんうん、盗撮国家日本っていう。全然もう。もう、なんなんその本っていう。すごいでしょ。なんじゃそら。全然もう、ミュージシャンとか関係ないからね。もう盗撮国家日本っていう。すごい。それをマジで出そうとしてたっていう。はあ、その盗撮云々もね、どこまで、で警察が調べても盗聴器もないっていうし。ああ、なかったんですか結局。そう。まあ、N.Y. 構造さんとの電話の時にもいろいろと盗撮盗聴の話いっぱい出てくるけど。そういう方向に偏っちゃったんですね。でもなんかネットとかも全部パスワードが書き換えられたとか、アスカがね。うんうん、あと部屋でなんか。盗聴されてるかもしれんから、うわーって叫んだら、うん、次なんかのパソコンの画面に、うん、なんかその叫んだことがすぐも出てくるの、情報が。おう、当人がそう言ってると。そう、うん、今俺が叫んだのがもうパソコンのネットになんか情報が出てくると、部屋で叫んだみたいなことが、だからそれももう全部含めて全部幻覚なのかもう分かれへんのよ。ただマスカ自身は理路整然と喋ってるから、ただ途中で秘密結社の話みたいなって言った時にやっぱりちょっとこれおかしいんちゃうかみたいな、だったんやけど、あれじゃないですかね、パソコンの前でうわーって叫んでキーボード押しっぱなししちゃったとか、なんかあとああこうこれ出てきたとか、ね、結局でもさ、あの、うん、麻薬でジャンキーで飛んでる人って、うん、あの例えば俺あの人、知人が出てくるんですか、知人の名前が出てくる、知人の名前俺の知り合いでみたいなこんなやつ落ちてんけどそんな知り合いを持つやつ嫌やろいやいやいや俺もなんかその薬回ってきてるわ、そんなやつから。いやいや、そうだ絶対だって今俺もやってるかもしれない、確定申告の話さっきしたけど、あれももうだから差し押さえとかも全部現状の、ね、現状かもしれない、すべてが今ここにいること自体長崎ひろみ自体もちょっと危ないからね。この発言全部現状幻覚かもしれない。おう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 。いやでもマスカが、うん、その音楽作りもちゃんとやってて、そのなんか本も書いたりとか、そのブログの文章とかもちゃんと書いてるやん。うん、その薬で頭いかれてる人がこんなにちゃんとしたこと書けるのかと思うけど、うん、意外とでもその
小説家とか昔の作家とかってさ、あいますね、そうやっていられてても書いてることあるけど、むしろ何やろ、むしろすごいこと書いてるやん、その普通の人よりも、はいはいなんかそういうのあんのかなと思って、でウィリアム・バローズっていう作家なんか、ね、外国の、うん、裸のランチっていう小説がすごい売れてんけど、その小説書いてる間ずっとラリってて、自分が書いたこと全く覚えてない、でもすごい傑作なのよその小説は、そういう状態なのね多分ね、でもまあ、やってるんやろそれ、陽性反応が出てもてんのかな、それか誰かの落とし入れてんのかなっていうことになれば、それじゃないとしたら秘密結社ですか、まあ、秘密結社じゃあ落とし入れてんのか何らかの方法で、その辺はね専門家のカットベリーさんはすでにあなた、まあ、もう陽性反応出てるんやろ大体ね、そんなもんね、覚醒剤やっぱ麻薬やってないとか言うけどね、タバコはもうね、麻薬と一緒なわけじゃないですか、もう中毒性たるや、それをね、いまだにね、吸ってると、家族に黙って、でもね、家族がこれ聞いたら、どうなるんですか、家族が聞いたらどうなるんですか、絶好ですよ。これ、え、あげちゃって大丈夫大丈夫ですよ、なぜならカットビの…いや、違う違う、大丈夫こっちが言わないとか言ってどういうなんでアニさんが OK? カットビの奥さんは、こんなもん…あ、これ登場されてるいや、カットビの奥さんは、カットビに興味がないからえ大丈夫ですよ聞かないです、どういうこともうカットビとかのことググらないですよ興味ない大丈夫本人の西澤さんとしてしか興味ないからなんか半ば家庭崩壊の状態を今この場で聞いてるみたいな芸人としてこんなもん意外とか芸人の奥さんとかって旦那のこと芸人としてそんなに知らんからえあんまりもともと普通の時に、興味ないと思ってえどうやって知り合ったんですかお客さんとして来たんじゃないですかじゃないえ違うんですか大学の時いやだからそういう普通の西澤君としての時の知り合いだから、まあ、まあ落語私の好きな人が落語をたまたまやってるだけですから、うん、へそんなもん落語なんか知らないでしょあなたの奥さんそんなもんえ一回ぐらい見に来たりとかないですか、まあ、それはあるけど、まあ、で来てもだから来たからといってじゃあ落語に興味持つわけでもないと思うだから永遠にねここにたどり着かないんですあそうですかたどり着かないですカットビの奥さんは西澤夫妻西澤の妻はたどり着かないですなんで言い換えたいのたどり着きませんあそうですかですから あなたが、うん、タバコ吸おうが覚醒剤やろうが奥さんは知らないですようなずいてる場合じゃないでしょやめれないっていうのはもうなこれが僕実は B 級ニュースですからね今日アスカの話をしといて、うん、カット B なぜ禁煙できないのかB 級ニュースこれはね僕は僕は6歳から、あ、17やったか、17かから僕は31、歳まで吸ってまして、うん、31歳から33歳までタバコやめてたんですよ、うん、で33歳からまだ吸い出したんですけど、うん、なんでかわかるでしょ、うん、波紋ショックです波紋ショックみたいな破門された日にハイライト買いに来ました、ね、ハイライトきつめじゃないとダメきつめじゃないと効かないロングピースにしようかなちょっときつすぎるからハイライトにしようあ、ね、でそっからまあでも吸ったりやめたりしましたけど今完全に吸ってないんですよね、そんなこう禁煙成功者から言わすとですよ、まあ、でもこれね厳密に言うと禁煙成功者かどうかわかんないですよ僕もこの先吸うかもしれないですよそうですね、次はもうロングブリス行くかもしれないえ今はどれぐらいやめてることになるんですかもう2年ぐらいあ2年ぐらいあでも立派なものですね2年間はねえ、うん、カトビさんはどうなんですかやめたいですけどもうでも残りの時間30秒だから、うんうん、この先やめる意思があるかどうかで終わるまでやめますからあこれ終わるまでにやめるんですね終わるまではやめる終わるまではやめるなるほどたった30秒その昔のマーク・トゥエインの文豪ねみたいなねあの禁煙なんてその簡単だよみたいなねあの俺なんて今まで100回以上もあの禁煙してるんだからみたいな、ね、なんかねそういうねこの間今吸わない当たり前じゃねえかもよえあと6秒吸わなければいいだけだろ
あ、ということで、お疲れ様です。とりあえず終わりです。ありがとうございます。